このパネルを利用して石がどこにできるかということをご説明したいと思います。その前にですね、石の大まかな分類についてご説明します。一つはですね、こういった形でこうマグマが、冷えて固まったできた石、こういう石のことをですね、こちらにあるように火成岩というふうに言います。もう一つはこういったですね、砂や泥が溜まった石ですね、こういったものを堆積岩と言います。でこちらの変成岩はこういったプレートが沈み込んでいる、地下深くにですね、こういった火山の石ですとか砂や泥の石が沈み込んでいって、この石が変化したもののことをですね、変成岩というふうに言います。まず最初にですね、こちら火成岩についてご説明したいと思います。こちらにですね、マグマがありますけれども、こういったマグマだまり、地下深くでですね、ゆっくりと冷えて固まった石、こういった石が花崗岩ですとか戦力岩、反例岩といったようなものになります。これは地下深くでマグマが冷えて固まった石です。こちらはですね、この新成岩に比べて少し浅いところで冷えて固まります。例えばこういったですね、火山の噴火してくる火道という、こういった場所ですとか、こういったところで冷えて固まるもの、半新成岩といって、石英斑岩ですとか貧岩ですとかドレライト、そういったものになります。でこちらのですね、マグマが地上に噴火してくるわけです。地上に噴火してくると、溶岩になります。この溶岩が冷えて固まると流紋岩ですとか安山岩、玄武岩ということで、こういったものをですね、火山岩というふうに呼んでいるわけです。またですね、この溶岩、ガラガラとこう火山のガスと一緒に崩れてくると、こういったですね、凝灰隠れ器岩ですとか、こういった凝灰岩、火砕流、そういったものにですね、なってくるわけです。次はですね、こちら堆積岩です。堆積岩はですね、礫岩というものは砂利が固まったものになります。小石ですね、小石が固まってくると礫岩です。砂が固まれば砂岩、泥が固まれば泥岩ということで、例えばこういったですね、山がこう削られて、砂利ですとか砂や泥になって、そういったものが川を流れて、例えばこういった海に溜まっていくと、こういった堆積岩と呼ばれるものができてくるわけです。こういったですね、湖のようなところにも、礫岩ですとか砂岩、泥岩、そういったですね、堆積岩ができることがあるわけです。でもう一つですね、堆積岩、こういったチャートですとかサンゴ礁、こういった、石灰岩ですね、こういったものもあります。このチャートの場合はですね、この海の中にいる放散虫という、非常に小さい、目に見えるか見えないかくらいのですね、バクテリアのような生き物、そういった生き物が死んで積もってたまることでチャートと呼ばれる石になるわけです。これも堆積岩です。こちらはですね、石灰岩というのはもともとサンゴ礁でした。サンゴ礁に住んでいるサンゴですとか、あとは、海ユリですとか、そういったですね、生き物がバラバラになって、こういったですね、例えばハワイとかそういったところをイメージしてみてください。そういった島の周りにこうサンゴ礁できてくるわけです。それが固まって石になったものが石灰岩ということになります。で、こちらですね、変成岩というものがありますけれども、今までお話ししたこういったですね、堆積岩ですとか、こういったですね、火成岩、そういったものがこう地下にですね、潜り込んでくることがあるわけです。こちらにですね、こういうふうに矢印が書いてありますけれども、これはプレートの動きなわけです。日本列島はですね、様々なプレートがこう衝突していますけれども、こういったプレートがですね、どんどんと、こちら日本列島だとすると、この下にこう潜り込んでくるわけです。で、その時にですね、こういった部分に溜まっているものがどんどんこう地下に入っていって、例えばですね、結晶片岩ですとか、そういった、変成岩と呼ばれる、変わった石になってくるわけです。またこういったですね、蛇紋岩ですとか、あとは糸魚川に特有の翡翠ですとか、ロリン岩、早朝岩、
こういったものもですね、こう地下深くのこうプレートが沈み込んでいる場所でできるということになります。こちらがですね、まあ、石がまあ大体どこで生まれるかというお話になります。